マンドゥルン・ハーンは、モンゴルの第32代大ハーン、アジャイ大使の三男、徳トとトアブハ、アクバルジシン王の弟、マンドグル・ハーンとも表記される。1438年、アジャイ大使とオイラト出身のハトンとの間に生まれる。14歳の時、マンドゥルンは、兄の大寸、ハーン、アクバルジシン王らと共に、鳥の腹に陣取るヨンオイラトに向かって出陣した。 戦は、時系の悪バル自身王が、長慶大寸ハーンを裏切ったため、四オイラート側の勝利となった。1466年、大ハーンであるモーランハーンが殺され、9年間は、大ハーンがいない、空位時代が続き、その間は、モーリハイ、西王ボル、ナイ・オロチュ少子といった、諸部族長が実権を握った。百七十一年、モーリハイ、ボル、ナイ、オロチュは、 次第に衰え、マンドゥールンが加藤に入ってハーンと称し、オイラとノベグアルスランが大使となった。1473年、マンドゥールンらは、ボルフ新王と一緒に、異臭に侵入した。民の王子氏は、敵が、老人や史上くれない死を池にやって集結させている、ことを知り、巨安氏及び、遊撃の集玉と共に、ケーキを率いて、昼夜健康でかけていき、 兵を開けてその爆営を前後から攻撃して大破した。また、一周でもマンドゥールンを迎え撃って大破し、二度と加藤に侵入しなくなった。1475年、マンドゥールンは38歳で定位につき、マルコルギス・ケクト・ハーンの仇を討つため出陣し、八雲の一族の動乱退治を殺し、七目との国人を征服した。ある時、 兄弟の間柄となっていたマンドゥールン・ハーンとボルフ、神王の間を裂こうと、ハリュー人のホンホラというものが、両者にあることないことを吹きかけた。この時は、ホンホラの言うことを信じず、ホンホラを処刑したが、後になって、ヨンシエブのイスマイル大使が、彼の言うことは本当だったのに、と、再び両者の中を裂き始めた。ついにこれを信じたマンドゥールン・ハーンは、 イスマイル大使に命じて、ボルフ神王に攻め入ったが、彼を取り逃がし、彼の国人と家畜を奪い取って、ボルフ神王の妻であった、シキル大王をイスマイル大使に与えた。マンドゥールンハーンには、男子がおらず、マンドゥフイセチェンハトンとの間に、ボロクチンとエシゲという二人の娘がいた。マンドゥールンは、ボロクチン公師をウィグトのベグアルスラン大使に与え、エシゲ公師を、 モンゴル人トゥメンのチェグトブの補佐イタブナンに与えた。1479年、マンドゥルリンハーンは42歳で亡くなった。ありがとうございます。